なんか結構ね、和風な感じがあったり、金色の仏さんっていうか大仏みたいなのがいたり、電車があったり、なんか結構ね独特な雰囲気のある始まります。今日は、ちょっとね変わったドライブインに来ました。雰囲気的には岩国にある山賊にてんですよね。すでにね、その山賊っていうね、山賊市っていう書いてるぐらい山賊の雰囲気が若干あるんですよね。というわけでね、今日はここに来たわけですけど、結構ね謎なスポットということで、なんかありますね。ホームメイド、ゲロアパト、なんかクレイジーアイスみたいなね感じの雰囲気がありますけど、今日はちょっとねここをね探索しようかなと思います。それでは始まります。レトロな感じで道の駅認定店、あ、違う、旅の駅認定店、ほんまに鳥のが鳴いてるかと思いきや、ね、もう BGM ということで、お次日裏もあるね。果物バケット。そこに電車が、はい、というわけで今日はこんな感じで終わろうかなと思います。なんか結構ね和風な感じがあったり、
金色の仏さんというか大仏みたいなのがいたり、ね、電車があったり、なんか結構ね独特な雰囲気のある、ドライブインですけど、どう言ったらいいかな、まだドイツの森を、まあ、岡山からドイツの森を越えたところに、一応あるんですけど、まあ、まだ住所は載せとくんですけど、ちょっとね変わった雰囲気の、ドライブインということで、また時間があればぜひ皆さんも行ってみてください。アバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。